坂本がオーダーにいた頃より強い高村に驚愕したみんなの反応集。それではどうぞ。高村のじいさんおいてなお強いとかじゃなくて普通に前より強くなってるのしびれる。高村さんと額でやり合うのか。でもこれ額が勝ったら坂本より強いことになっちゃうな。死ぬのか、額。本物南雲退場。高村さんなら仕方ないか。赤尾のことは精神的な唯一の弱点だろうし、四つ村さんのこともあるし、まだ死ぬには早いんだろうけど、坂本、辛い何が辛いって合成人格赤尾に対して正直なんとも言えない気持ち悪さを覚えているから、そんな展開やられてもついていけない。赤尾を引きずり続けるナグも、めちゃくちゃ人間腐って最高。坂本の体型ってこんなモードチェンジみたいに痩せれるもんなんだって笑い。めちゃくちゃしんどい展開だけど、坂本さんの忍法メガネ残しはちょっとふふってなった。やばい、今週の坂本本誌の南雲の赤織音巨大高湿度感情のところ T シャツにしたい。ごめんな南雲、こんな性癖の歪んだオタクで。南雲の湿度が毎週上がってる。そして坂本やっぱ強いは強いけど、ジジイもっと強えは。昔より強くなってるってどういうことだよ。前世紀の坂本が最強って言われてるけど、どっちが強いのって意見に対する回答だよね。昔は坂本の方が強かったけど、今は高村さんの方が強い。まずそこを気にしたことがなかったわ。むつつくもとプバンサノーくらい比べる意味がないと思ってたわ。坂本がオーダーの頃より強いかどうかであって、坂本との実力差はわかんなくない。初手で誰かしら腕か足はやられると思ってたから、想像より保った。このじいさん想像よりタフネスとスピード高いんだけど、もうみんなで協力して殺練ぶっ潰して終わりでいいんじゃない。東京タワーの鉄骨切れるんだっけこの人。あの時にタクシーで来てるから、少なくとも一般人とはコミュニケーションが取れてるんだよな。ボケてるけど、一般人は殺害対象外だから根気強く話せばいいだけだからな。てか読み切りだと一般人とはかなり良好な関係築いてたよ。あっちは最後にまともに喋ったのに、こっちは現時点でずっとブツブツだから本当にボケるのでは。ってなる。ぶっちゃけ作中最強存在ですよね、このジジイ。そういうステージギミックだから強さで測れる枠の外じゃないか。ただ坂本ならしばらく死なない程度には粘れそうだなとは思った。思えば学毛で一本で逃げられてるんだから、そりゃそうか。バカみたいな攻撃力と身体能力だけど、攻撃に全く対応できないとか反撃できないとか、そういうレベルではないからな。最大の問題はこのジジイ人間かどうか、怪しいので殺せるのかという点。斬撃はそういうものだと許すよ。攻撃を食らっても平然としてるのは何なんだよ。防御力も持ち合わせてんじゃないよ。そもそもなんで未だに働いてるの。スレガのジジイ引退するときは死ぬときなこと多いだろうし、ずっと生き残ってるジイが化け物。同じジャンプのトリコもジジババが成長してもおかしくない世界観だったし、一人だけ攻撃力が1ランクどころか2ランクぐらい上、坂本さんたちも十分強靭なのに、それが霞む。ボケジジイはボケてるから、殺練から敵認定されてるやつを切るまで止まらないから、会長がなんとかしないと。最近亡くなった牢屋先生ならまだわかるけど、未だに金高のこと引きずってんの。殺し屋向いていないよ南雲。おおよそ作中戦闘力最上位3人が冷や汗かいて逃げ回るのがせいぜいとかなんなのこのジジイ。ぶっちぎり最強すぎてかろうじて勝負になってる坂本さん、やっぱ強いんだなみたいな感想になる。腕切られたけど殺されずに逃げ切った額がすごいなってなる。ボケてるけどそれはそれとして、東京タワーで獲物をドアに差し込んで開けるシーンかっこいいよね。ぶっちゃけ会長あんま強くないだろうし、急いで始末すればなんとかなりそう。今なら美術館にメインキャラ集結してるんだし、敵味方共闘して高村さんから逃げ切ろう。作品が違うから戦わないと思うけど、高村さんと両面宿儺が戦ったらどっちが強いの。寥々として底知れない強キャラみたいだった南雲がすっかり苦労人みたいになって、高村を利用すれば私は最強だって勝ち誇る会長を切ると予想しておく。額が高いの鍵みた
だけどそこでぶった切られてるナグモにすら負けてるんだよな。坂本さんが勝てないまでも人材と良い勝負してくれるならそれだけで嬉しい。少なくともおさらぎちゃんレベルの稼が必要あんま頼りたくないけど映画監督も、ナグモは思えば坂本や赤尾に比べると割と繊細だったかもしれん。超然としたところがないというか。人たちで数十棟の建物が切れる斬撃を出すのはワンピとかそっちの世界の住人なんだよ。リアル世界関係の作品で出るキャラじゃない。ゲームだったら部屋にジジイがいなくても刀の音が聞こえた瞬間にボタン押さないと死ぬやつをしても瀕死にはなる。移動遅いけど攻撃範囲が広くて防御無視の超火力みたいなタイプだと思うじゃん。普通に早いじゃん。おさらぎちゃんの誤解解くどころの騒ぎじゃないけど、あっちはあっちで話が通じなさそうだから畜生。まあ隠しボス戦みたいなもんだから多分これも突発的に終わるんだろうな。本筋とは関係ない戦いだ。そもそも坂本さん船で花を渡すために奥さん遥か上空に投げて落ちてくる前に敵倒してたりするし、この即死巨大斬撃をただ歩きながら放ってくるだけでも十分破壊兵器なのに、このジジイ回避行動も防御も取る上スピードもめちゃくちゃある。会長の行動も謎なんだよな。ナグも切り捨ててまで赤を始末したがってるし、なんで攻撃体勢入ってるところから当たり前のように防御してさらに攻撃してくるんですか。よく考えらし柴さんも飯に玉ねぎ入ってるだけで暴れたり料理人殺したりする危険人物のはずなんだが、今まで坂本痩せたらなんやかんや勝てそうって思ってきたけど、ジジイ相手だとどう逃げたもんかってイメージになる。ボケジジイが獲物を選ぶスタイルか否かで対処法が変わってくる。あのボロ刀でしかこの強さが発揮できないタイプなら奪うなり壊すなりで止められそう。普通に素手で戦い出したり刀っぽければなんでもいいタイプならし、こんな殺伐とした世界な上に殺し屋しててジジイになるまで生きてるという意味を考えた方が早い。善悪とかじゃなくて完全に組織の駒なのが本物って感じで本当に怖いだろ。普通の殺しだと一般人とかのセンス溢れる言葉とかあるけど高村さんはヤバいので、そういう余裕というか遊びというかそういうのないよね。読み切りだと自分を利用したクズにもきっちり制裁を加えてたけどどうなるか。全盛期坂本を超えてるんやね高村さん。坂本はもう全盛期に戻るだけじゃなくて超えなきゃいけなくなったのか。高村さんはなんか寿命でリタイアしそうなキャラしてる。ジジイキャラなんて基本的に全盛期から実力落ちてるのが当たり前なのに、さらに強くなってるの異質すぎて笑う。ジジイがさらに再取って強くなった作品聞いたことねえぞ。せいぜい赤炉の一心ぐらい。坂本さんがなんか怒らせるようなことしたかって言ってるあたり、昔から怒らせると味方も構わず切りまくってるんだろうな。主人公と主人公の元相棒と暫定ラスボスが全員冷や汗かいてるのヤバすぎない。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。